今日も皆さん、今日はですね、水原さんと中林、松本、松ヶ瀬というですね、ちょっと面白いメンバーです皆さん。うん、やっぱり松本くん応援ですか？全然そんな気はない、元ないよ。そんな気は元ないよ。元ない。草入る。やっぱフラットな目で見て。はいはいはい、じゃあ一回さ、誰がさ、1着でも2着でも2位通過でもいいから、誰が通過するかを1人挙げて予想。1人。1人だけ。おー、なるほど。うん。じゃあ松本くんにします。なんの松本くんにします、今日。水原何取られたか。なんか言ってたな、バゲメで、はい。うん。はい。じゃあ、おいさん何します？じゃあな、一旦、パイレーツがすげー、うん、持ってると思ってるんですよ、今年。で俺水原と組んだ時もレイジも優勝したし、はいはいはい、で何取られちゃったから、じゃあ中林でいきます。何取られちゃったからね、うん、はいはいはい、うん、じゃあ勝負ですね。そうです、勝負です、ある意味勝負です。じゃあ負けたら大石さん何かやってください。いいよ。外れたら、じゃあ私も外れたら何かやります。いいよ。そう、大石さんに言いたかったですけど、大石さん今度、うん、私1対1でできるマダミスのゲームマスターできるんですよ。なんだよそれ。配信でやってください。怖えよそれ、1対1のゲマーダーミステリー。一番怖え。結構面白いと思います。あの見てる人も、大石さんの結構深層心理みたいなの分かるかもしれないので。ああ、なるほどね。はい。確かにあれ面白いゲームだよな。あれ人間出るよね。人間出るとこもありますね。うん。人狼も出るもん、人間。あ、そうですね。それに近いです。やめたね。はい、あとリャンピン山市、あれ止められたら中林さんも商売上がったりだよね。え、上がったりですね、ほんと。おい、みんなゴリラじゃなかったじゃないか。繊細だよ。3万止めちゃったよ、うん、参ったね、中林さんとしては。参ったよ、あれ止められたら商売上がったりだよ、ほんとに。あれはきついわ。はい、でも水原さんが今すっごい気分を良くしていることは間違いないんで、うんうんうん、止めてやったぜが分かったんで、そう、もうにっこりしてましたもんね。そう、私かっこいいが できてるんで、これは、うん、これはノリノリですね。これはもう 98% 勝ちましたね、水原さんも。え、大井さんがビタ止めすることあるじゃないですか、はい、その時のあの流局時の気分どんな感じですか？めちゃくちゃ気持ちいい。はいはいはい、どういう記事になるだろうって考えてる。ああ、はい、確かに、めちゃくちゃ。たださ、やっぱりまだ M リーグも始まったばっかりで、はい、麻雀をそこまで詳しくない人も多いから、うんうんうん、解説実況陣がすっごい普通に降りる手なのに大げさに伝えることもあるじゃん、うん、ああ、はいはい、うんうん、お見事でしたって言われても、うんうんうん、誰も打たないでしょっていうの言うのまで結構過剰に言ってくれるから。あー、いやでも、うん、なんかそんな、まあ大石さんに関してはそんなことないやつが多い気がしますね。やっぱり、お、本当に、お、見事みたいな。あれ今シーズンだったかはちょっと忘れちゃいましたけど、うん、なんかリャンウソにできたのをカンウソにして上がったやつとかすごい、うん、ありましたね、三足切りましたね、あの瀬戸熊にリースされて、はい、はい、結構で内川さんが打っちゃったのかな、ウソ。あ、滝沢です。あ、滝沢さんか。はい。はい。あれはね、あれすごい良かったです、ね。そう、トイメンが登場だったかな。あれね、瀬戸熊のテンションが結構すごいか、なんかこう、振りかぶってたんで、はい、うんうんうん。街に自信があるのと打点があるのがちょっと結構分かって、うん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 。やっぱり三蔵とローソーじゃ随分違ったんだよね、俺の中で。はい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 。うん。サブロー9層当たる分にはしょうがないけど、うん。結構6球層あるなって思ってたんだよね、うん、はい、あれ大井さん確か日本シリーズで会った時に聞きましたもんね、あれリアンソー何枚、その、あ、そうだね、2枚だったら全然ローソーを使っちゃうね、はい、うん、3枚だったからですかとかちょっと結構気になって聞きました、うん、ね、はい、うん、テンションもでもあるわ、人読みもあるわ、はい、あれは、うんうんうん、なるほどなるほど。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。